皆さんこんにちは、 B-boy ゆうです。僕の動画では初心者のためのブレイクダンス講座や、上達するためのポイントなどもですね、発信しています。今回ご紹介するのはウィンドミルが上達するポイントになります。ウィンドミルはですね、ブレイクダンスをやってる方であれば結構ですねチャレンジしている方が多いと思うんですけども、結構初めの頃にウィンドミルをやってる時に結構腰をぶつけてしまって痛い、ああ痛いからちょっとやってくれないなみたいな感じでね、などあると思うんですけども、この動画では、なぜウィンドミルの、初めの頃にですね腰を打ってしまうかっていう原因についてを解説して、その後に、それをですね解決する練習方法などを、ご紹介していきたいと思っていますので、ぜひですね最後まで見ていただければ幸いです。それとですねぜひ、このチャンネルの方グッドボタン、チャンネル登録の方をぜひですねよろしくお願いします。それでは早速ですね、解説の方をしていきたいと思います。ゴー。はい、それではですね早速解説の方をしていきたいと思います。まずはですねなぜウィンドミルの練習で腰を打ってしまうかについて解説したいと思います。ウィンドミルをですね、始めた頃は、まだですね、崩しの方が、不慣れだと思いますので、崩しが不慣れだとですね最初の姿勢からうまく崩せなくて、そこから腰をですね、バーンって落っこちるような崩しのやり方をしてしまうので、強化することがあります。なのでですね、崩しが不慣れだと、ちょっとですね腰を強化する傾向にあります。特にですね、ウィンドミルを始めた頃は、よくぶつけてしまうことがあると思います。痛いですよね、本当こう腰をぶつけてしまうとね。そうするとですね、腰をぶつけてしまう、痛い、練習をしたくない、ウィンドミルをやめてしまうみたいなこう悪循環にもなってしまいますので、ぜひ今回ですね、この動画でそれを解決するポイントをご紹介しますので、ぜひですね、ご覧いただければと思います。それでですね、腰を打ってしまう原因として、特に大きい、原因がですね、この2つだと思うんですけども、まず1つ目が、最初の姿勢からウィンドミルを崩すときに、頭の位置が高いっていうのが原因だと思います。この初めのこの姿勢ですね、ここから足を振って体を崩すときにこの頭の位置がしっかり、低い位置でですね後ろにスライドしないといけないんですが、これがいざ崩しに行くときに高くなってしまうと、頭が上がるとこの崩すときの空間ができてしまって、このままドーンっていう感じですね。頭の位置がですね高いところにあると、この崩しに行く時のここの空間が広くなってしまうので、それで余計に上から下にバーンって落ちる形になって腰を崩してしまいます。実際にウィンドミルをする時はしっかり頭からですね、肩、背中、肩っていくんですが、空間が高いといきなり腰にドーンって落っこってしまうので、頭の位置が低い状態でできるように崩せると打つ可能性も減ってきますのでいいと思います。で次に2つ目なんですけども、これはもうシンプルにですねチェア慣れをしていないっていうのも原因になります。やっぱりですねウィンドミルの最初の姿勢がほぼほぼチェアをしている状態からいきますので、やっぱりですねチェアをうまくコントロールできていないと、どうしても崩すときにもう勢い任せになってしまうので、腰をぶつけることが大きい原因となっていますので、この2つがですねよくウィンドミルを始めた頃に腰をぶつけてしまう原因の2つかなと思いますので、はい、で次、これらをですね解決するポイントをご紹介していきたいと思います。